ニューヨーク州内の一夜道または宿道はニューヨーク州サラトガスプリングズにある芸術村である。辞書の敷地の広さは400エーカー。設立理念はアーティストが協力的な環境の中で邪魔されることなく制作に打ち込む機会を提供することにより創作的なプロセスを育むことにある。2013年3月11日にアメリカ合衆国の国家史跡に指定された。 野道には、舞踊、映画、文学、作曲、絵画、舞台芸術、写真術、エッチングや木版を含む、版画、彫刻、ビデオアートに携わる、アーティスト、芸術家が利用できる住居がある。野道で制作をしたことのある芸術家たちの中から、ピューリッツァー賞受賞者が66人、マッカーサーフェローシップを受けた者が27人、全米図書賞を受けた者が61人、 全米批評家協会賞を受けた者が24人、ローマ賞を受けた者が108人、ホイッティング賞を受けた者が49人、ノーベル文学賞を受けた者が1人、排出された。野道の敷地は、ユニオンアベニュー歴史地区に含まれる。庭園内のパーゴラ野道の辞書は1881年に、資産家のスペンサートラスクとその妻、カトリーナが購入した。 トラスク夫妻は購入した土地の上に邸宅を建てたが、1893年に火災により焼け落ちてしまった。邸宅は再建され、現在に至る。宿は、シャドーと同じ韻を踏んだ言葉として、トラスク夫妻の子供たちの一人が思いついた造語である。4人のトラスク家の子供たちは、みんな溶接してしまった。その後の1900年に、スペンサー・トラスクは辞書を、 芸術家をもてなす施設に転換し、これをもって妻への贈り物とすることに決めた。彼はこの構想を事前家のジョージ・フォースター・ピーボディの資金援助も受けて実現させた。芸術家たちが初めて野道に入村したのは1926年のことである。野道の成功に勇気づけられたトラスク夫妻は後にメアリー・ウィルト・ジー・フラーの要望に応えて働く女性をもてなす。 施設のために土地を寄付した。この施設は、ビアワカホリデーハウスとして知られる。野党の庭園は、かつて、トラスク夫妻がヨーロッパを旅行した際に訪れた、古典的なイタリア様式の庭園をモデルにして、造園された。式の像は1909年に購入され、庭園に設置された。その他にも辞書内には、たくさんの立体造形物がある。その中に、アワーズフライ、 フラワーズダイ、ニューレイズ、ニューウェイズ、パスバイ、ラブステイズという言葉が刻まれた人形がある。2016年現在、芸術家たちが住む邸宅は外部に開放されていないが、庭園を見学することができる。マッカーシズムの時代のただ中であった1949年には、宿内外に衝撃を与えた事件が起きた。作家のアグネススメドレーが、ソビエト連邦のために、 スパイ行為を働いていたと告発された事件である。彼女は中国における共産主義革命を全世界に報告するため、毛沢東の調整に従軍した人物である。避難所を求めて野道にいた平和主義者の教養人は心に大きな衝撃を受けた。スメドレーは1943年に野道を訪れ、以後5年にわたって滞在していたからである。野道の管理人、 エリザベス・エイムズは FBI に事情聴取を受け、その間、詩人のロバート・ロエルは管理人委員会に諮って、彼女を野道の管理人から追放するように求めた。エイムズは、結果的にすべての罪状について、不起訴で放免されたが、FBI の取り調べを受けるうちに、彼女の秘書であったメアリタウンゼントが FBI への情報提供を行っていたことに気づいた。 エイムズは1977年に亡くなるまで管理人を務め、1923年以来、50年間にわたって宿の共同体を見守った。サラドガ公園に設置されている命の生の彫刻は、彫刻家のダニエル・チェスター・フレンチがスペンサー・トラスクを記念して制作したものである。21世紀に入り、宿は芸術家の共同体が、 いつまでもインスピレーションの源泉であり続けることを保証するため各企画への寄付や責任の引き受けを募っている。100周年キャンペーンにおいて野道王はスペンサートラスク社と同社の当時の代表ケビン・キンバーリンから多額の寄付を受けた。また小説家のパトリシア・ハイ・スミスは300万ドル相当の自己の資産のすべてをコミュニティに依存した。 ダガー・オブ・ザ・マインドという小説においては、デマラスト・ホールという芸術家村で起きた話という舞台設定がなされているが、これは野道をモデルにしている。作者のケネス・フィアリングは1930年代に野道に滞在していた。野道の施設は、その他にも例えば、ジョナサン・エイムズのウェイクアップ・サー、小説の舞台になっている。 野道が滞在を受け入れた芸術家の数は6000人を超える。日本人滞在者には、霊勢ヒ彦、テルヤイサムケン、清水チャートリー、倉田優也がいる。ありがとうございます。